ウィッチャーさん、偶然会えるとは幸運だ。仕事か？新しい依頼でも？いやいや、例の依頼は何年も前に見事に片付けてくれただろう。君が前にボークレールにいた時に、当時はちょっと金に困っていて、覚えているか？だがいつか必ず全額を払うと固く誓った。そうだったな。残念ながら清算する前に君は出発してしまった。だから君の金を口座に入れて保管しておいたんだ。どんな口座だ？預金口座だ。シアンファネリ銀行の。行って引き出すだけでいい。もう相当な額になっているはずだ。ありがとう。手が空いたらすぐに行く。あの銀行に寄らないと。銀行はどこよりも安全です。シアンファネリ銀行へようこそ。お客様のお金を自分のもののように大切にします。ご用件は？少し両替をしたい。もちろんです。ここに口座がある。預金を引き出したい。わかりました。お名前は？リビアのゲラルトだ。少しお待ちを。関連する記録を探します。残念ですがお役に立てません。異例の事態でして、記録に中記があって口座名義人は死亡していると。ご覧の通り、それは間違いだ。何らかの手違いで書類が誤っているようです。口座を復活させるには A38 許可証がいります。詳しくは一番窓口へお進みください。銀行はどこよりも安全です。よし、一番窓口はどこだ？シアンファネリ銀行へようこそ。お客様を第一に考え、そのお金を自分のもののように大切にします。ご用件は？口座を復活させたいんだ。そこで A38 許可証をもらいたい。窓口が違います。ではどこでできるかご存知か？お待ちを。上の階かしら、記録か、それか下の保管か、そちらで聞いてください。そうするよ。しぶしぶ上がんないな。すまない、通してくれ。ちょっと。シアンファネリ銀行へようこそ。お客様のお金を自分のもののように大切にします。ご用件は？ A38 許可証はここか？もちろん。202用紙をお出しください。202用紙？何を企んでる？何も企んでいません。手順に従っているだけです。条例第60号に明確に記載された通り、 A38 許可証は202用紙のご提示がなければ発行できません。一番窓口に行ってください。はあ、そこから来たばかりだ。もういい。202用紙を持ってすぐに戻る。ちょっとあなた、列に割り込むだなんて。前に割り込みましたね。ああ、気にも留めなかった。このそやな無礼者め、我慢ならない。待っていろ。
私が今すぐ礼儀作法を教えてやる。どうぞ殴れよ。おい、そこの二人、騒ぎを起こしたいなら外でやれ。外に出ろ、さあ。彼女が言うには次の季節はパフスリーブが流行るって。失礼、一番窓口で頼みたいことがあるんだ。まさか冗談でしょ。私も信じられないわ。だって失礼。あれの意味が分かりませんか。休憩中です。セリーヌ、これにサインしてくださる。ああ君、ちょっと聞きたいことがあるんだ。休憩中です。はあ、丁寧に言っても理解してもらえないのよね。A38 許可証。どうしようもないな。休憩が終わるまで待つしかない。この間。今は休憩時間だ。待つしかないよ。さて、ここで何をもらいたいんだ。 A38 許可証だ。だが202用紙も必要らしい。202用紙はちょろいもんだが、許可証となると難しいぞ。お互い待つしかないわけだし、グエントでもどうだ。いいとも、相手になろう。そう来なくちゃ。デッキの準備を始めよう。うん。
テランプレイヤーだな。おめでとう。うん、商品としてこのお役所仕事を省く確実な方法を教えよう。いいかい。普通のルートを使っては永遠に何も生まれない。みんなあらゆる手を試してきた。魔法、催眠術、賄賂、何も効かない。何も効かないなら帰った方がマシだ。できることはないのか。親切に感じよく振る舞え。これに尽きる。ここの女性は毎日12時間も窓口に座って、誰からもご機嫌ようすら聞くことがない。だが花や香水をかき集めれば問題はあっという間に解決するだろう。なるほど、試す価値はあるな。頑張れよ。見えないんですか？仕事中です。シアンファネリ銀行へようこそ。お客様を第一に考え、そのお金を自分のもののように大切にします。ご用件は？ A38 許可証をもらうには202用紙がいる。知っていたのか？教えてくれてもいいだろう。おかげでかなりの時間を無駄にした。お客様、怒ることはありません。当たり前なので言う必要はないと思ったんです。用紙はもうすぐできます。氏名は？リビアのゲラルトだ。どれどれ、ゲドン・ゲメル、あった、リビアのゲラルト。202用紙は発行できませんね。なんだと？公式記録上該当者は死亡したとされています。さて教えていただけますか？それをどう帳簿に書けと？花を持ってきた。ほんのお礼だ。書類を手伝ってくれることへの。あら、でもダメです。本当に私に？瞳の色とぴったりだ。まあ、お客様お上手だこと。ああ、少しお待ちを。シアンファネリ様をお呼びします。書類手続きを省く手配ができるはずです。まったくどいつもこいつも邪魔しやがって。どうして誰も待つことができないんだ。これはこれは、誰かと思えばようこそゲラルト様。実に久しぶりのご訪問ですね。忙しかったが最近戻ってきてね。力を借りたいことがある。なるほど、教えてください。何をすれば？口座の件で困っている。金を引き出したかったんだが。ご安心を、すぐにお支払いします。ほんの少し手続きが必要なだけで。それはもう聞いた。 A38 許可証だろ。それがないと手が出せません、ゲラルト様。ですが銀行の仕組みはもうご存知のようだ。すぐ受け取れますよ。シアンファネリー、言い訳はもういい。金を払え、すぐに。落ち着いて、ゲラルト様。なぜお怒りで？すべて用意いたしますよ。ただ書類を見たいだけです。この書類はお前の用紙や許可証のどれよりも大きな意味を持つ。見てみろ。ご、公爵閣下にお使いに？そうだ。そしてその特使として口座を使わせるよう要求する。今すぐにだ。はい、ゲラルト様、こちらへ。近頃商売はどうですか、ゲラルト様？まあまあだ。よかった。この界隈の市場はお先真っ暗ですから。ワインの売り上げは停滞して、さらに落ち込んでます。全部厄介な名前のせいなんですよ。領地の外側の連中はコートとブレシュールって発音できないでしょう。舌がこんがらがってしまう。それで注文するのが恥ずかしいんですよ。ご用ですか？何でしょう？
どうぞ。256番金庫、右奥にございます。これは何だ、シアンファネリー。金庫は空だ。いや、お金は循環するものでしょう。亡くなったと聞いたとき、その、移させていただきました。株や債券を購入し、ブドウ園に投資して、いつの間にか金庫はほぼ空になっていました。ありのまま言うしかない。お前は泥棒、単純明快だ。いえ、ゲラルト様、違います。そんなことは。やってくれるな。責任を取ってもらうぞ。扉を開け。ゲラルト様、どうか一枚残らず返します。バーヤのヒゲにかけて誓いますよ。一週間やる、一日も延ばさん。後悔はさせません。誓って、かき集めて7日以内に準備します。うん、その時に会おう。様、少しよろしいですか。なんだ。預金をお持ちしました。それと、私を信じてくださったお礼にこの品を。レコナーという名の剣です。こいつには何度も助けられました。ありがとう、シアンファミリー。これで貸し借りはなしだ。最後に一つだけ、一連の不快な騒動についてお詫びをさせてください。